どうも、愛一です。今日はですね、これからある塾さんの教室見学にね、ちょっと行ってくるんですよ。それで今ちょっとスーツを着てるんですけど、もうすげえ楽しみでね。それが、まあ、塾講師の時から他の塾、まあ塾講師の時ってなかなか他塾ね、ライバル業者なんで行きにくいんですけど、今回はね、正式にこうその会社の方にお願いして OK もらっていくんで、楽しみですね。はい、まあ、そんなこんなでちょっと塾講師の時をそれでね、まあ、思い出すことがあって、でまあ、以前からね、塾講師ってどうなんですか、仕事としてね、どうなんですかとか、儲かるんですかとか、あとは、大学生になった、まあ、大学生でバイトでね、塾講師やってる方とか、あとは、高校生でもさ、まあ、教育とやりたいことか、大学入ったら、塾講師とか、家庭教師やりたいな、なんて思ってる方いると思うんで、まあ、その辺ちょっと答えていこうかなと思います。で、どっちかでいこうかな。ひとまず、バイトからいきますかね。バイトに関してはですね、バイトで塾講師をやる場合、稼ぎやすいんですけど、たくさん稼ぐのが難しいっていうのが塾講師です。よくすごい短時間でめっちゃ稼げるっていう風に勘違いされてるんですけど、たくさん稼ぐのはね、結構難しいです、塾講師だと。で、なんでかっていうと、よくバイト募集のチラシとか、高校生でもね、見たことある方いるかもしれないんですけど、額面載ってるじゃないですか。時給800円とか、時給880円とか、いろいろあるでしょ。で、やっぱさ、額がでかい方がさ、おって思うじゃないですか。で、塾講師って高いんですよ。だいたいそこに載ってる額面が。だいたい1800円とか載ってるわけ。で、まず、このね、一個からくりがあって、間違っちゃいけないのが、それ時給かいっていうところがまず大事。その載ってる数字。1800円時給ですかっていう。時給だったら60分で1800円なんだけど、だいたい塾講師ってコマで書いてあるから、一コマ1800円だったりするわけよ。で、一コマが、一コマで一個の授業ね。1個の授業が90分授業だったら90分で1800円なんで、時給換算したら1200円まで下がるんですよね。まあそれでも高いですけど。だからまずそこが1個大事なところと、あとは、まあ自分は、個別指導塾にいて、だから集団塾はちょっとまた勝手が違うかもしれないんですけど、まあバイトの採用とかもしてたから、こう、やっぱりね、まあ当然バイトだとしても授業をしてもらう、まあ仕事してもらう上では、いい授業をしてくれる人の方をやっぱりいっぱいしたい、させたいわけよ、授業に関しては。それが生徒のとっての利益になるからね。なので、バイトだとしても実力主義なんですよ、ある程度。だからね、いっぱい授業を入れてもらわなければ稼げないわけ。で、一日、まあ塾にもよるけどさ、こう普通の平日だったら、まあ2コマ、3コマぐらいしかないんだよね、授業自体。3コマ、4コマかな。だから、フルで入ったとしても3コマ、一回3コマでしょ?で、1800円だったらさ、1800×3 で5400円なんだよ。一日フルで働いても。で、働いてる時間は、まあ、実質授業4時間半しかやってない。4時間半で5000円超えてめっちゃ高いんだけど、でも、他の仕事で、まあ、8時間フルで働いた方が、額的には、なんだ、額的には稼げる。っていう風になるので、だからいっぱい稼ぐのが難しい。ただ、夏休みとか春休みの長期休暇の時っていうのは、塾空いてる時間が長くなる。子供が来れるからね。その時は1日5コマとかがっつり入ればめっちゃ稼げる。けど、普段から日常的にすごい毎月もう8万とか9万稼ぎたいですなんていう場合はちょっと難しいんで、まあそんな感じかな。短時間でたくさん稼ぐには稼げますけど、まあっていうのはバイトです。で、次はまあ仕事としてですね、まあ自分も正社員でこう働いてましたけど、で、これはね、正直言うと、全体的にね、言えることじゃないんだよ。言えることじゃないと思うけど、稼げないと思う、あんまり。塾講師って。そんなに稼いでるイメージはない。例えば、予備校の先生で人気講師とか、もう本当に名前が知られてる本とかも出してますよ、みたいな方は、話が全然別ですけど、まあ自分も別にそんな大手にいたわけでもないし、特にね、うちの会社ね、安かったんだよね、給料。まあその当時の周りの塾の人と話を聞くとね、あ、そんなにもらえるんすか、みたいな。感じだった。自分もともと入社した時契約社員って言って、正社員と同じ仕事をするんですけど、ボーナスが出ない。契約社員だからね。で、期限が決まってる社員から入ったの。そっから入社してて、で、契約社員から正社員登用、正社員に、まあ、ランクアップだね。して、で、正社員で入って、普通の一塾講師としてまず働いてたのね。で、そっか、正社員上がってから、何ヶ月かな?多分数ヶ月後に教室長、その塾の、教室の教室長に上がって、で、その後にエリア長って言って、埼玉で働いてたから、埼玉の北部の全体を統括するエリア長っていうのをやってたんですけど、そこまで行っても、そんなだよ。まあ、一人暮らししてて、一人暮らしができる額ぐらいはもらってたけど、いやー、まあ、俺の周りね、学校の教師になってる、一応学芸出てるとさ、学校の先生になってる人ばっかりだったから、その人に話を聞くと、
ああマジかみたいなそうだよねっていう感じはある、うん、特にも学校の先生ボーナスが高いんだよね、結構もらえるので、まあその場所とか地域にもね差が出るでしょうけど、なのでそういうの聞いてると、いやーこのまま行ってもやっぱり偉くならないと、すんげーヘリコプターになってるね、ちょっとうるさかったごめんね。そうこのまま行っても厳しいかなっていうふうには思った。ただまあ塾講師、この塾、まあ入った塾の会社で一生骨をうずめるか独立するかっていうのは そもそも思ってて、でまあ3年経ったらまず決めようと思ってたの、目処としてはね。でまあ3年後に結局辞めてしまったんだけど自分は。でまあなんだ、ある程度さ、元実力主義で数字主義だったから、数字でこう見せてたので、こう上の上司というかトップの人から、まあ、すごい可愛がってはもらってたの。で、おそらく自分で言うのもあれだけど、おそらく出世ロードには乗ってたと思う。その会社の中にいたら、あの会社にいればね。とは思うんでね、ある程度。やらかせなければ。そう思ってたんだけど、でも、ま、いろいろ悩んで、自分のやりたい教育のこともあったしね。だからま、辞めるっていう選択肢を取ったんですけど、ただ、まあ、さっきも言ったように、これは塾の会社によってかなり違うの。違うけど、やっぱり、ある程度共通するのは、まあ、実力主義だし、数字で残せないんだったら、残れない。です。まあ、これは普通の一般企業でももちろんそうだと思うんですけど、まあ、数字っていうのは、一番は、まあ、生徒の成績を上げるっていう。で、これはもう当たり前なの。そう、これができてすごいんじゃなくて、これも当たり前の仕事だから、そのためにやってるわけだし、塾講師。そう、それはもう最低条件だとして、じゃあ、それプラス、じゃあ教室運営をしてるんだったら塾の生徒を増やせてるのって、そうちゃんと増加、卒業3月卒業生出るからさ、卒業生がっつり辞めるわけよ、特に高3とか辞めちゃうから、辞めざるを得ないからさ、でその時にじゃあ減っちゃうんだけど、その後ちゃんと増やせて維持ができるのって、まあそれが一個の数字だったりとか、まあそういったまあいろんなね指標があるんだけど、まあそういったもので見せて、うん、いけるかどうかっていうのはすごく大事かなと思います。だからまあね、いくら、具体的な額をね、まあ、出す必要はないと思うんで、言わないですけど、みんなが思ってるほど稼げるわけじゃないですね、塾講師は、と思います。特に1年目なんて。全然全然。だって、ほんとに、一人暮らしをしてましたけど、自分、最初してないから、最初実家から行ってて、何ヶ月か後に一人暮らし始めたんですけど、車持つのきついなと思って、車を維持費かかるから、ガソリン代とかもかかるからね。だって、自転車と、電車だけでずーっと生きてたし、自分は。スーパーとかにもさ、チャリで行ってさ、こう、袋持って、ペットボトル重いんだよ、あの2リットルのペットボトルさ、入れて4リットルとかさ、こうチャリこぎながら書いたりとか、普通にしてたし、だから、まあ、それで、まあ、金貯めなきゃなと思ってたから、それもあるんですけど、まあ、稼ぐっていうのは難しいですけど、ただ、まあ、予備校とかになればね、さっきも言った予備校とかになれば、やっぱ稼ぐことができるので、まあ、将来性はあるっちゃある。教育っていうのは絶対、なんだろう、廃れないっていうか、ね、これからさ、ロボットに変わっていく職業がいっぱい出てくるなんていい話をされてますけど、まあそうじゃないとこだとは思うので、まあある程度変わるのかな、わかんないけど。でも最終的には人がね、やっぱり作っていくものだと思うんで、教育に関しては。うん、そういった意味では安泰なところはあるけど、ただやっぱり努力しなければ残れないっていう、まあ給料もお金も稼げないっていう感じかなと思います。はい。という感じでざっくりちょっと話していきましたけど、ちょっと長くなったかな。はい。まあそんな感じで。今日はね、まあ、塾、ちょっと見てきますんで、動画にするもんではないんですけど、感想はね、なんか話せることがあれば、また動画にしていこうと思います。はい、ということで、ご視聴いただき、ありがとうございました。